放送法に関する行政文書をめぐり、参議院予算委員会で野党が当時の総務大臣だった高市経済安全保障担当大臣の罷免を求めたのに対し、岸田総理大臣は罷免は論理が飛躍していると反論しました。即刻高市大臣罷免された方がいいのではないかと思いますが、いつ罷免されますか。これはあまりに論理の飛躍ではないかと思います。岸田総理は総務省の行政文書について引き続き正確性を議論していかなければならない段階だ、その段階で更迭ということは論理が飛躍していると述べ、高市大臣の罷免を否定しました。一方、高市大臣はありもしないことをあったかのように書いている4枚の文書については捏造であると申し上げたと改めて強調しました。